そんな時は Google Earth を開いてその場に立っているような感覚でですね、プチ旅行を楽しんでました。まあでもこれからはですね、リアルに旅行を楽しみたいななんて思っています。それではここでメッセージが届いています。ラジオネーム教えたガールさんです。井上さん、こんにちは。こんにちは。歴史ある場所になかなか馴染まない存在感の女、教えたガールです。なかなかのね、存在感がありそうですよね。井上さんは古い町並みって好きですか？私は慌ただしい現代と違って穏やかな時間が流れているようでとても好きなのです。最近のお気に入りは香川県宇多津町の小町エリアと呼ばれる地域で、そこには由緒ある神社や仏閣、古い日本家屋、町屋が数多く残っていて、いつまでも残ってほしいと思う景観なのです。わかります。というわけで今回はそんな宇多津町の風情ある小町を愛してくれる人、村松徹さんをご紹介します。村松さんは株式会社チーオリアライアンスの代表取締役をされています。もともとクリエイティブな仕事に興味があった村松さんは、外の世界に強い憧れがあったこともあり、高校卒業後はインテリアデザインを学びに単身アメリカの大学へ。すごい。そこで様々な国の人と交流する中、自分の国の文化について誇りを持って語れる彼らに対して、日本人として日本を何も語れない自身に気づかされ、村松さんはカルチャーショックを受けました。そして卒業後の進路をどうしようかと考えた際、せっかくなら日本人として日本にルーツのある文化に関わりたいと思い、帰国後に地元で伝統産業を学びながら過ごしていた時、たまたま見ていたテレビ番組で東洋文化研究者であるアレックス・カーさんの活動を特集していました。番組では空き家の改修工事を手掛ける中で、利便性だけを考えて昔ながらの建築の良さや特徴を取り壊そうとする日本人に対して、それを大切な日本の文化、アイデンティティとして残すべきだとアレックスさんは伝えていました。その思いを聞いた村松さんは、日本人とは違う西洋の文化圏による視点に感銘を受け、これだと思った勢いのままアレックスさんの元を訪ね、一緒に何かをしたいという村松さんのアプローチを受け止めてもらったことで、徳島県の祖谷へ呼ばれたんだそうです。ああ、そういう経緯があったんですね。自然豊かな山岳や峡谷が広がる祖谷には、アレックスさんが所有する築300年を超えるかやぶきの古民家があり、チーオリと名付けられたそこはかつて人が住まなくなり老朽化が著しい空き家になっていましたが、アレックスさんやその思いに共感する地域の方、世界から訪れるボランティアの若者たちによって維持管理されてきました。村松さんはその運営スタッフとして携わることになり、さらに祖谷には他にも同じような空き家がそのまま廃れていく現状があって、誰かが維持管理をしなければこの文化が景色から失われてしまう、何か後世へ残す方法はないものかと模索する行政と連携し、この地域の魅力を発信する観光事業として展開し、運営組織も株式会社チーオリアライアンスが設立されました。そんな村松さんは今から10年ほど前、宇多津町へ移住されてきました。そのきっかけは宇多津町が以前より抱えている小町エリアの空き家問題で、誰も住まなくなった日本家屋を取り壊すのではなく、魅力ある小町の景観を守りたいと行政と地域の方々とで打開策を巡らせる中、徳島県での実績があるチーオリアライアンスへ相談。そこで村松さんが宇多津町へ移り住み、小町の魅力を維持するとともに四国の観光拠点として空き家のリノベーションがスタートしました。宇多津町で村松さんたちが管理運営しているのは、明治元年と昭和5年に建てられた町屋と洋館を改修し、一棟貸しの宿泊施設としてリノベーションされた小町の家、林水とセザンです。梁や欄間など古民家の良さは残しつつ、オール電化のキッチンやゆったりくつろげるヒノキ風呂を導入するなど、歴史の趣と快適な過ごしやすさを共存させた空間を提供しています。
また村松さんたちの事務所であるチーオリウタズブランチも2階部分を宿泊施設として利用することが可能で、1階にはカフェスペースを併設してあり、月1回のランチやお豆腐の出張販売、地域の方と交流を深めるイベントなどでも活用されています。ちなみに村松さんの最近ハマっているものをお聞きしたところ、お茶なんだそうです。ご縁あってお茶を教えてもらえることになったそうですが、今まで携わってきた古民家など形あるものに加えて、日本の精神、価値観を体感できるとても興味深い文化だと再認識されているようです。異国の文化も経験したからこそ、村松さんは広い視点で自分のルーツを見つめられるんじゃないかなと教えたガールは思いました。というわけで、今回は宇多津町の小町を大切に守っている人、村松徹さんのご紹介でした。ではではといただきました。いやー、いつも素晴らしい取材力ありがとうございます。いや、なるほど、村松さんのご活躍と行動力というのはお聞きしていたんですけれども、ますます熱い方なんだなというふうに感じました。そしてね、そんな方が宇多津に来てくださって、宇多津に魅力を感じてくださっているっていうのもすごく嬉しいなというふうに思いました。村松さん、これからもね、宇多津のことよろしくお願いいたします。そして私もですね、チーオリさんの方にはお邪魔したことがありまして、チーオリウタズブランチのランチは何度か食べているんですけれども、これもまたね、あの雰囲気の中で食べるのもいいですし、お家に帰ってちょっとそれを広げて食べるっていうのもいいんですよね。ぜひ皆さんにもね、その雰囲気と美味しさと魅力といろいろ知っていただきたいなと思います。教えたガールさん、ありがとうございました。